赤松のりふさは、安土桃山時代の武将、赤松氏十三代当主。戦国時代には衰退した赤松氏であったが、のりふさは、九州語としての権威を利用し、張馬国において、未だ一定の影響力を保持していたと伝わる。織田信長の命を受けた、橋場秀吉率いる中国方面軍が侵攻して、来ると降伏し、秀吉の家臣となった。天正十一年には、 静ヶ岳の戦いに参陣した。以後も小牧、長久手の戦いや四国攻め、朝鮮出兵に参陣し、秀吉から針間沖潮と淡国住吉住吉城に、それぞれ一万国を与えられた。沖潮領は没収され、淡一万国のみとする説もある。天正十六年、菓島聖喜びを養子に迎える。慶長三年、死去。子、ノリの死後、子孫は、 中野山赤松院の住職や筑前国福を過半、黒田氏の家臣になるなどした。古くからの名門ということもあり、秀吉からお岸尾殿と呼ばれていたなど他の振った、廃家大名に比べ一目置かれていた。ただし、派手な三人記録とは裏腹に資料が少なく、そのことから様々な憶測も呼び、小説などで取り上げられた例もある。領地である。 阿波墨吉での活動も資料が乏しい。故、ノリエイと同一人物とする説もある。阿波の復常時には、ノリフサの供養塔と伝えられる、大五輪が置かれる。ありがとうございます。